本当にもう丸かまぎが痛い、以後。割と最近じゃないですか、映画やってましたし。やったし。そういえば、なんか、ファイターターのなんか杖を受けました。発売すると話し合った気がしましたけど。そうですかね。あれ見たことないっすよ。そんな意味でも、あれも俺、うちの先輩がすごい好きだったみたいな話をしてますけど、ウィングバイダイバー、自分の翼を兵器に変換して、ホーミング銃を撃っていく。今回ただのエネルギータンクじゃないですか。強い強いじゃなくて、これが強い、飛べやおらっていう、これが強い、痛い、ちょっと待って、自殺しちゃう、セクシーセクシー倒れる、よっしゃ、超セクシーゾーン見ていく。セクシーゾーンはあれか、ジャニーズ違うっすから、もうそれサービスショット、やっぱあれよ、ある程度お色気要素がないとね、お客さんも食いつかないんじゃないでしょうか。マリさんの前でお色気要素もクソもないっすけどね。大体なんかよくわかんない、こう広いピッチのお色気要素出るじゃん、アニメとか。うーん、勝手なイメージ、せめて脱いでくださいよ、じゃあ脱いでください。いや、それはちょっとあの純潔守るためには脱がない。だからことになった純潔に脱がないでなんだ。ちょっと君のね、どうでもいいその趣味の話をその軽く入れてくのやめましょう。あり引っかかってますね。もうちょっと倒しちゃいましょう。今回僕はちょっと武器の使い方を変えて、その敵に接近していくスタンスでね、噛んでっけますけど、ちょっとカミカミですけど、敵に接近して一気に近距離武器を叩き込むというアグレッシブな少女をね、近年の魔法少女なんか戦うらしい、接近戦が得意らしいですから、ね、殴り合い、ガチ殴り合い。あれ、これ橋崩れた、爆破する兵器だとなんか地形をどんどんっていうね、崩れるみたいです。おっと、アリさんいったー、アリさん、あれ、登ろうとしたら橋がなくなった。あんたが撃ったからじゃないですか。いや、崩れた、少しなんか崩れたまま残ったんですけど、そのままなんかなくなったんですか。とりあえず、アリさん発見。ちょっと待って、近くにできるコミングできないな、ちょっと致命傷。致命傷。もう接近スタイル捨ててるじゃないですか。いやー、なんかやっぱり怖いわ。女の子全然行かしちゃダメだなって思った今。勝手に行ったんじゃないですか、なんとか。ダメだよ、やっぱり女の子はね、あんまりこうね、血を血で洗うような戦いさせちゃいけないんですよ。いや、僕の中のイメージですけど。ひどい魔法少女の人に。最近の女の子どうなんですか、ここら辺。というか、そこはもう視聴者の好みの問題で戦わせないとっていう話ですよね。そうですね。まあ、あなたの横で必死にレーザー兵器を。ちょっと待って、何に爆発した今。いや、俺じゃないですよ。多分、CPU じゃないですか。味方に撃たれていく。ちょっと待って、だから何が爆発したの。ちょっと待って、だからセクシーを見せる場合ではなく、じゃあどれが生きてるわけで、どれが死んでるか全然わかんないですけど、味方が乱射してますからね、だいぶ。うわー、なんだこれ。今気づいたんですけど、なんでこう魔法少女、いや、魔法少女なんで飛んでるだけ続けるんだろうみたいな。いや、なんかあれ、もともと入るじゃないですか。いや、飛んでる間めっちゃ続いてるの見ません？あの、なびいてるから目立つとかじゃなくて。ちょっとほら、降りると。あ、ほんと。あ、うっすら生えてんのが続いてる。あんま続いてる好きじゃないんだよな。続いてるはあんまり好きじゃない。敵に接近すぎる。ポニーテールですか。ポニーテールも悪くないけど、あんまりね、その、長い髪を持て余してる感じが好きじゃないんですよ。長いの全般自体がその好きなの。まあ、伸ばすんならね、ストレートかポニーテールは悪くないんですけど、それはなんか、なんでしょうね、ツインテールはなんかもうおしゃれのさんの髪型じゃないですか。はい、ポニーテールはだって動きやすさを重視した。いや、別におしゃれの意味合いがないわけじゃないんじゃないですか。スタイルではあるじゃないですか、基本的に。おしゃれでも、ちょっと待って、弾がない、突然吹っ込んでくる、弾がない。これは迷子ですけどね。だから、何が言いたいかと言いますと、はい、あんまりこうね、おしゃれに気を使って、動きにくいとか前が見にくいヘアスタイルですよ、女の子とかあんまり好きじゃないんですよ。それは日常でっていう、あれででもですか？ああ、日常生活してるんですか。だいぶなんか、指示やすいか変な方向に行ってますよ。昨日ビュージューしてくれるから、おら、ちょっと待って、あー、飛んできた。昨日で来てからしたら僕は死にました。てか、そんなとこ救助いけないっすよ。敵もまさかじゃないっすか。せめて、可憐な女の子今食われてるから。とりあえず、食われてるから。餌でいいっすよ、もうなんか。今これガチであの、マミさんみたいになってるから。俺も別についてる、そんな感じじゃないんで。ちょっと待って、非常。現実が非常。
ちょっと待って、いつまでこの子はあのあれスイングされてんの。まあとりあえずテゲラ様で待って食われててください。ちょっと待って、もういい味が出てると思うんで、また見たみたいです、ね、あーあああ捨てられた捨てられた。あの白い箱取って HP 回復吸うんで、で救援救仲間を救援するって自分の HP 半分上げるシステムになってるんで、だからクマムに白い箱を取ってから僕を助けてほしいです。助けない方がいいし、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って そこかまず、あちょっと待って、本当助かないんだ本当に助かんないんだ俺。あ俺壊れました。打って打って、ちょっと待ってちょっと待ってちょっと待って、あのおいおいおらおいおら、とりあえず一旦これで仲良く仕事を引くんでちゃんちゃんですね。そうですね。じゃあ皆さんありがとうございました。ありがとうございました。